こんにちは。以前アンケートさせていただいた視聴者様の体験談を募集いたします。ジャンルは問いませんが、ご自身にとって壮絶な体験であることを条件とします。例えば、うんこ漏らした、といった体験も大歓迎です。募集要項などをお伝えする前に、少しだけ壮絶な人生を記したしきチャンネルを開設するに至った経緯を書いておきます。もともと、働き方改革で本業の残業時間が減り、収入が減ったことにより、私は副業を始めました。壮絶な式を解説するまでに、ブログに挑戦したり、インスタに挑戦したり、YouTube でも数チャンネルを作っては削除しています。壮絶な式を作った理由としては、当時にチャンネルすれ紹介動画が流行っていたこともあるのですが、一番は、壮絶な環境下に置かれた人が、一人じゃないということを感じてもらえることができれば、という思いからでした。私はただの一般人ですので、大層なアドバイスなどとてもできませんが、あなたは一人じゃない。仲間はいる。同じ思いをしている人がいるということを伝えることで、救われる人もいるんじゃないか、と思ったからです。2チャンネルにはそういった話がたくさんあったので、壮絶な式を作り、今日に至ります。元々の、壮絶な話や経験談を伝えることで、誰かの心が救われたらいいなという根本の部分を考えると、2チャンネルじゃなくてもいいんじゃないか、という葛藤は、随分前からあり、アンケート結果を踏まえて、今回、視聴者様のエピソードを募集させていただく運びとなりました。それでは、募集方法とルールについて説明いたします。募集は、Twitter、X にて行います。概要欄に Twitter のリンクを貼っておりますので、そちらへ DM をお願いいたします。ジャンル、性別、希望キャラ、タイトル、内容、をご記入ください。ジャンルは、墓黒、その神経がわからん、もやっと、スカッと、今まで生きてきてすごく衝撃的だった体験など、2チャンネルにあるスレ名を参考にしてください。性別は、あなたの性別を教えてください。音声の参考にします。希望キャラは、次のキャラからお選びください。女、1から6。男、1から6。がございます。タイトルは、体験談のタイトルをご記入ください。簡単なもので結構です。思いつかない場合は、空白でも構いません。内容で、ご自身の体験談をご記入ください。文字の目安は、以下の通りです。1000文字で、3分。何分でも問題ございませんが、短い方が、体験談として伝えるべきポイントがぼやけにくくていいかもしれません。内容が他者を特定できる情報や、名誉毀損となる内容は避けてください。ご提出いただいた文章をそのまま音声にしますので、個人情報については、十分にお気をつけください。動画にするかどうかの判断、また動画にするタイミングについては、こちらで決定することになります。内容、もしくはこちらの一方的な状況によって、動画として投稿できない可能性もあります。また、内容の編集や加工を行う場合がございますので、あらかじめご了承ください。著作権について、提出いただいた時点で当チャンネルに譲渡したものとします。YouTube チャンネル以外に転載する意図はありませんが、修正依頼や削除依頼などの対応が難しいため、権利をこちらに譲渡していただくようお願いいたします。トラブルを避けるための処置になります。ご了承ください。誠心誠意対応いたしますが、個人で運営しているため、視聴者様の想像していたものと違う表現や対応になることもあるかもしれません。また、削除依頼など、動画投稿後にご連絡いただいても対応できかねますので、ご提出いただく前に十分にご検討をお願いいたします。募集させていただいた体験談は、別チャンネルを開設して、そちらで投稿していこうと考えています。こちらの壮絶な人生を記した式、壮絶な式2は、2チャンネルのスレ紹介動画として、今まで通りの運営をする予定です。顔も、住んでる地域も知らない視聴者様の体験談を見て、どこかの誰かが、ずっと思い悩んでいることの、解決策の糸口になればいいなぁ、と思っています。